野竹日記という江戸時代の佐賀県牛津の商人の家で書かれた日記の記事です。同8年うるう2月より朝鮮攻めあり、対馬まで大将名数十万の軍勢、数万の船にて下校ある。朝鮮人来たりてこと進む。朝鮮攻めと言われて思い浮かぶのは秀吉による朝鮮出兵ですが、江戸時代にその続きのような話があったとは聞いたことがありません。事実が何だったのか調べてみました。改めて内容を見ると、朝鮮を攻めるため対馬へ多数出陣したが、講和のためでしょうか、朝鮮人がやってきたので取りやめになったという趣旨です。朝鮮攻めなどで検索しても該当するものは出てきません。私が最初に思いついたのは、清国に圧迫されている明国に壊れて援軍を出そうとしたこと。それは家光の時代ですが、日記の文化8年は1811年ですので時代が違いすぎます。次に考えたのが、幕末といえば欧米の来航が増えたこと。その中でも特に軍事的に緊張したのがフェートン号事件。これはイギリスの船が長崎に強行入港したもので、それを止めることができなかった長崎奉行と鍋島家の家老が切腹することとなってしまいました。これが3年前。まあまあ近いのですが、野田家のあった佐賀藩が大きく関わった割に情報にやや時間が経ちすぎているという気がします。最後に、朝鮮攻めではなく朝鮮と文化8年の組み合わせで検索してみると、この年朝鮮通信使があったことが分かりました。タイミング的にはこれで決まりでしょう。朝鮮通信使とは政治的駆け引きはあったものの、基本的には将軍の代替わりの祝賀などの友好的な外交施設です。それがなぜ朝鮮攻めということになったのか。1811年の朝鮮通信使について調べると、それまで11回にわたって実施された朝鮮通信使と比べてちょっと特別なものであることが分かりました。それまでの11回の朝鮮通信使は瀬戸内海を経て大阪あたりからは陸路を取りました。そして江戸にて盛大な供応や国書の交換が行われました。しかし途中経路でも接待が行われ、幕府側の経費負担は甚大でした。そこで1811年は朝鮮通信使の移動は対馬までにとどめて、幕府側の施設も同じく対馬に訪れて、その地で供応と国書の交換が行われたのでした。ということで、日記の対馬というのが朝鮮通信使を迎えるために幕府側の施設が向かった地であることが分かりました。では大将名数十万の軍勢、数万の船というのはどういうことでしょうか。幕府側の施設の人数を調べてみました。上司は小倉14万石の藩主小笠原大善太夫、副使は辰野藩主で寺社奉行である脇坂中司太夫、その他には儒社の林大学、大目付の井上美濃守、勘定奉行柳生主膳守、目付の遠山左衛門尉と佐野肥前守、他にも右筆や勝目付なども同伴しました。通商などに関与していたと思われる近藤何がしのとどめ書きにおいて、氏名の明記された幕臣を数えるとそれだけで46人ほどとされています。対馬の領主宗家の記録では、お役の方々に随行した用人が679人とされています。また20年ほどになって過去を振り返って書かれた法暦元来集では、諸役人と従者が2799人としており、また船子、つまり船を操ったりする水夫と思われますが、船230艘から5500人ほどと見積もられ、またさらに見学人が100艘として4000人ほどと見積もっており、合計で計算が合わないのですが渡航者1万1300人ほどとしています。また船の数については、沖まで船を引っ張る引き船や出迎えの船、計算してみるとこれらは通算400艘近くが動員されたそうです。なお12万両の予算をつぎ込んで、この数年前より準備が行われました。1811年に限らなければ、さらに多くの人が往来したと思われます。さて、朝鮮通信使とその応対の日程を見てみましょう。
幕府の使節団は3つに分かれ、最初は1月27日に江戸を出発、3月8日に到着、次いで2月5日、2月12日も出発しましたが、江戸に着く前に朝鮮通信使が来朝。通信使は3月29日からおよそ3ヶ月間滞在しました。彼らの帰国前の6月19日と帰国後の7月4日に分けて、幕府使節団は対馬を退去しました。というわけで、日記の内容を正しく修正すると次のようになります。文化8年1月末より朝鮮通信使との儀式と教養のための移動あり、対馬まで大名を含む上司、諸役人、水夫、さらに見物客合計1万2000人前後の人、引き船を含めて少なくとも700艘の船にて下校があった。朝鮮人が来て儀式と教養が始まり、6月に終わった。最後に、なぜこんな勘違いがあったのか、なぜ正しい情報が入らなかったのか、想像してみました。日記を書いた野田家は、城下町の佐賀の西 10km ほどにある牛津の町にありました。佐賀同様に鍋島市の領内です。牛津は長崎街道に沿った宿場町です。そばには牛津川やその支流が流れ、町の周囲や隙間にも水路が巡っています。牛津川を下って有明海に出ることができるため、交易で大変にぎわいました。長崎街道はその名の通り、外国の玄関口である長崎につながっており、漂着して帰国する朝鮮人や西洋人の使節など外国人も少なからず通行しましたので、パッと考えると外国の情報は入りやすそうです。しかし、文化8年の幕府上司は海から呼部港を経由して対馬へと渡りました。呼部港は佐賀県なんですが、鍋島領ではありません。そのことから距離的には近いにもかかわらず、鍋島領の野田家には正確な情報が入ってこなかったのかもしれません。また前回までの通信使も対馬を経由してそのまま下関から瀬戸内海に入りました。さらに前回の通信使から50年近く経っていました。地理的にも時間的にも直接経験したことではないため、朝鮮通信使の情報があったとしても忘れられていた可能性があります。心当たりが勘違いの原因かなと思いました。と思ったんですが、これはどうでしょうかね。一方で、朝鮮通信使を正しく認識していた人たちもいるわけです。まず4000人とも言われる対馬まで行った見物人です。ただ彼らは大阪、中国、その他近国の人とされており、これらの土地は上司の他にも数年前から関係者が往来していたため、そこから情報を得たのかもしれません。しかし、リアルタイムでなくても情報は得られるはずです。朝鮮人来朝行列記という本がその年のうちに出版されました。著者は美人画で有名な北川歌麿で、対馬で現地取材しました。江戸っ子をはじめとする一般の人も、この本が出版された以上、朝鮮通信使の存在を知ってもおかしくなかったでしょう。にもかかわらず、野田家の認識が修正されなかったのはなぜなのかは分かりません。野田家日記の初期の記事は後年編集された記事もあるとされています。飛ばし読みで目立った記事だけがまとめられたのかもしれません。残念ながら他の地域で朝鮮攻めの噂があったのか見つけることはできませんでした。ご存知の方がいらっしゃったらコメント等でご教示ください。余談として面白いと思ったこと、帰る途中の林大学の希望により76艘902人という大規模で大砲を装備し甲冑姿という本格的な演習が松浦家によって数日で準備され実行されました。また松浦家が引き船などを提供したことから、年末には幕府から家臣へ自服を賜るなど称されました。これらのことは戦国以来、あるいは平安以来の松浦統帥軍の面目役所といったところでしょう。ということで終わります。面白ければ高評価、面白くなくてもチャンネル登録をよろしくお願いします。